どうもみなさん、こんにちは。えー、今日です。今回ですね、こちらですね、こちらのですね、壁の外にある、金山だとかエリクサーポンプであったり、アーミーキャンプのですね、位置について、<laughs> <laughs> 位置について喋っていきたいと思います。まあですね、見てみればわかるんですけども、ではですね、エリクサータンク、えー、ポンプを、もしね、なんかこう、この、このね、 白い範囲ってユニット置くことができないじゃないですか。だから、このんつんだろう。なんかこう、こうちょっとね、こう自分のこの要塞から話したいっていうのもあるかもしれないんですけども、これ実際無駄です、これ。まあでも、まあ、実際ね、アーチャーとかをね、ここら辺に出されるんですよ。ここら辺に出されると、<laughs> 壁に <laughs>、壁にくっついていれば、大砲が射程圏内なんで、 倒すことができるんです。しかし、一段階ずらしてみると、まあ、一段階でももう、ワンチャン、いけますね。ワンチャンいけますねワンちゃんいけますねですけども、二段階以上いってしまうとですね、さすがに届かないです。さすがにこの辺からもアーチャーで、遠距離攻撃でやられてしまいますね。あと、一番代表的なのが、あのー、アーミーキャンプですよね。アーミーキャンプで、こう置いてると、アーミーキャンプってここなんですよ。結構広い上に、 真ん中ににしか攻撃できないためにくっついてればまあ攻撃できますけどこうするとですねもう完全にアーチャーが届かない状態になってしまうんですよもうこれがもうそなんつうんだろう,もうまあ今回ねもう本当におすすめしたいのは絶対に、えーまあ、そのくっつけるってことですね壁にこう離さない、まあ、これちょっと離しちゃってますけど離さないっていうのがポイントとなりますね 大工のまあまあアーチャー人によるねこう何つうんだろうもう一体でバカバカこうアーミーキャンプとかやられちゃうの結構悔しいと思うんでまあそういう壁にくっつけた方がいいよーって話でしたご視聴ありがとうございました